ミュージカル学科の入科オーディションに合格した。それもスター枠入りなんて喜んでたのもつかの間。実はこれでミュージカル学科の正式な生徒になれたわけじゃないんだって。1学期と2学期にそれぞれ行われるテストステージっていうのをクリアしていかないといけないみたい。不合格のチームは即脱落。俺大丈夫かな。そんな中迎えた初稽古。俺が所属するチーム大鳥のメンバーが5人勢揃い。入学初日に仲良くなったなゆき、歌舞伎界の貴公子天元寺、ミュージカル界のサラブレッドとかって呼ばれてる月神、無口な久我、みんなバラバラだけどそれぞれ歌やダンス演技の勉強をずっとしてきた人たちで、ほとんど素人の俺とは全然違う。足引っ張らないようにしないとな。そんな俺たちを選んでくれた大鳥先輩はなんかオーラのあるすごい人だった。だけど花王界では異端児扱いされてるって、確かにちょっと不思議な感じの人かも。大鳥先輩が用意したチーム大鳥の初稽古の課題はインプロっていう即興劇。白紙の台本をどう演じるか。俺は戸惑ってボロボロになっちゃったけど、他のみんなはやっぱりすごい。俺はみんなにフォローしてもらってやっとだった。早く追いつきたいな。そしたらいつかあの憧れの高校生とも同じ舞台に立てるかな。